原発再稼働陰謀論批判自民党細野五氏自民党の細野議員が23日にツイッターにて次のような発言をいたしました昨日の電力需給の逼迫で陰謀論があるという私は多くの計算官僚と仕事をしてきた彼らの多くは個人としては優秀だが陰謀を実行するような組織力はないそんな組織力があればこんな電力不足にはなっていないと なっておりまして、まあ現状脱原発とか反原発とか主張しているような存在が、まあ、どうやらこの電力不足はえ原発を再稼働させるための陰謀だとの悪質なデマを一部においてですね垂れ流しているようでございますがまあそういった陰謀を実行する能力があればそういった能力を原発の再稼働に素直に回した方が早いんじゃないかと思われますけども。 現状、日本において電力不足が発生したのは事実であり、こういった電力の確保に関しては、かつての電源開発促進法のような法令を整備し、国営会社、電力公社を作ってでも速やかに実施しなければいけません。日本において災害が起きていなくても、電力がですね、もうほとんど予備の電力がないという事態が、 もう長年にわたって続いてしまっておりますので、まあ、こういった問題を、まあ、民間企業だけで解決できないのであれば、国が政府がしっかりと責任を持って対策を講じる必要がございます。今この社会でもう電力が止まってしまったらもう何もできませんし、病院などにおいて命の危険にさらされるような事態にも発展いたしますので、ぜ、ま、ひ、あ、とも国会議員の皆様には、 また政府には、まあ、このような電力の確保について、速やかにですね、国が責任を取る形で実施できるような体制を整えていただくようお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました